こんにちは。皆さんこんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。じゃあ結構集まってきたら始めます。こんばんは。こんばんは。はい、今回はラッキーラッキーで私一人初のインスタライブです。よろしくお願いします。こんばんは。はい、今回はもうたくさん質問に答えていこうと思うので、皆さんたくさん質問送ってください。りなちー、こんばんは。何か質問とかありますか？お、今日のコーデ紹介、恒例ですね。今日のコーデ紹介しちゃいます。はい、こんな感じです。上にこれリボンがあるんですよ。シュートしてリボンがあって、下はこんな感じの白のスカートです。そしてイヤリングとネックレスしてます。ネックレスはお母さんに借りました。かわいいです。はい、こんな感じです。こんな感じでやっていきます。おしゃれ、本当ですか？ありがとうございます。実はこの洋服もお母さんのやつなので、こうもう今日のコーデはお母さんにほとんど借りました。ありがとうございます。はい、お、身長何センチですか？ですね、私身長最近全然皆さんに言ってなかったと思うんですけど、ちょっとずっと言おうと思ってたので今回言います。で、今の身長は大体なんですけど156ぐらいです。伸びましたよね。私ファントミのサライの時が137センチだったんですよ。なので20センチぐらい伸びました。やったー。でも目標は160前半ぐらいは行きたいですね。ちょっとたくさん寝て頑張ります。はい、中間テスト1日目終わりました。お疲れ様です。りなちゃんは？はい、私はもうちょっとですね。でもあと1ヶ月ぐらい先にあるので勉強頑張ります。と、予告になっちゃうんですけど、これから日記で私の勉強法をなせようと思ってるので楽しみにしててください。はい、頑張ります。成長期ってすごいね。ですよね。私もなんかこんなに伸びると思ってなくて、でももっと伸ばしたいですって感じです。りなちゃんのキャンディー覚えてる？覚えてるよ。ありがとう。今日は料理作りましたか？作ってないですね。でも絶対作ります。私インスタ投稿で毎週あるんですけど、毎回リクエストいただいた料理作ってるのでぜひ見てください。毎週頑張ってます。はい、身長伸ばすためにやっていることは、なんだろう。でも寝ること、なんか寝るの一番大事らしいです。あ、でも牛乳飲めないんですよ私。なので牛乳とかで伸ばすっていう方法はちょっと難しそうなので寝るのを頑張ってます。なんか夜の10時から2時までがゴールデンタイムみたいな、でなんか身長めっちゃ伸びるらしいんですよ。なのでその時間に寝るように心がけてます。実際寝れてる時もたまにありますが、
牛乳毎日残す。同じです。同じです。残します。リナって書いてリアって名前です。え？ちょっと聞いてください。私リナって漢字書くんですけど、そのリナの名がなって読まないんですよ。なんか読ませてるみたいで、いつもなんか初めての方とかに山口リアさんって言われるんですよ。なのでやっぱり難しい感じだなって思うんですけど、リナです。はい、イヤリングつけてますよ。可愛いですよね。ちょっと私アクセサリー置き場が家にあるんですけど、そこをいつも見て、あ、これみたいな、ちょっと目に留まったものを使ってます。好きなスイーツは何ですか？はい、これはインスタでも言ったんですけど、一つ追加されました。まずショートケーキは前から好きだったやつと、あと2個目がミルクレープ追加されました。この2つが今は大好きです。ミルクレープは最近結構食べてて、私は一枚一枚クルクルして食べる派なので、同じ方いますか？でもちょっと前まではもうザクっていく派でしたね。どっちも美味しいです。これ読める？ちょっと待って、花壇花壇花壇だと思います。はい。好きな曲は、好きな曲、じゃあラッキーの中で好きな曲は、なんだろう、ブランドニューワールドです。すごい曲調が好きで、でも歌詞が好きなのはミアダーリンの歌詞が結構恋を描いてる感じなので大好きです。お、私今日誕生日です。おめでとうございます。素敵な一年にしてください。ケーキとか食べるのかな。僕はザク派です。あ、ザク派、ちょっと前の私と同じです。ゆみどりの TikTok が可愛かった、ありがとうございます。見てくれてありがとうございます。で今メンバーで順番に楽曲の TikTok 上げてるので、よかったら見てください。皆さんのお気に入りの曲とかね、見つけてくださったら嬉しいです。あ、りなちゃん前髪綺麗。ちょっと皆さん気づきましたか？私昨日前髪切ったんですよ。気づいたかな？いつも前髪自分で切ってるんで、ちょっとガタガタなんですけど、ちょっと許してください。レイカ、あ、カエルちゃんの TikTok 可愛かった、ありがとうございます。カエルちゃん、あの日記とかでもね、みんな言ってるんですけど、私たち6人カエルになったので見てください。インスタにもあの集合の写真とか載せてるので見てください。日焼け対策してますか？あー、してますよ。一応してます。顔はクリームの日焼け止め塗ってるんですけど、手足はスプレータイプなんですよ。なんでちょっと焼けてきちゃいました。あの、私靴下の焼けた跡がついちゃうので、ちょっと気をつけたいと思います。でも体育祭とかでね、結構焼けるじゃないですか、一日中外にいるので。これから体育祭があるので、焼けないように日焼け対策頑張りたいと思います。はい、かのちゃん、心ちゃん、学校楽しい、楽しいです、楽しいです。今日も学校行ってきました。今日焼けた、本当ですか？今日暑かったですよね。で最近めっちゃ暑いですよね。
でも私は冬か夏かでたら寒がりなので、まあ、夏の方が好きなので嬉しいです。ライブツアー愛知公演夜行くよ、ありがとうございます。そうですね、愛知公演は2公演あるのでありがとうございます。楽しみにしててください。今リハーサル中なので。神様のでもの曲好き、あ、いいですよね。私も本当好きなんですよ、あの曲も。歌詞君はダーリンと神様のでも好きです。追加されました。え、そろそろゴーヤの季節ですよね。久しぶりに食べれます、楽しみなんかお母さんがゴーヤチャンプルいつも作ってくれるんですけど、そのゴーヤチャンプルなんか塩漬けとか茹でたりとかいろいろしてくれて、ちょっとあの強い苦味をちょっと抑えてくれるので、なんかほんのり苦いっていう感じでめっちゃ美味しいゴーヤチャンプルを食べれてて、私も作り方知りたいですね。アイスは何が好き？アイスシンプルにバニラ好きです。サイン会行くよ、ありがとうございます。もうちょっとですね、ワクワク、あと1週間ぐらいかなメンバーの誰と誰が結婚してるんですか？あー、はい、ですね、私とゆうらちゃんが結婚してます。はい、でもなんかゆうらちゃんとかんなちゃんも結婚してるんじゃないか説出てますよね。私はちょっと応援したいなと思いますゴーヤは短め、さっと炒めると苦味少ないよ。え、そうなんですか？ちょっとやってみますね、夏になったら。結婚何年目3年目ぐらいです。はい、明日リリカちゃんの誕生日ですね。おめでとう、リリカちゃん。本当にリリカちゃんはスタイルが良すぎて憧れです。あと水につけておく、あ、いいんですね。え、やっぱり水につけておくのいいんですよね。じゃあ水につけて短めでさっと焼きます。あ、炒めます。あ、作ります。あ何回もああって。じゃあインスタ投稿でゴーヤチャンプル作ったら載せたいと思いますね。楽しみにしててください。あ、新メンバーと仲良くなれました？なれました。でも慣れたきっかけっていうか、ここでめっちゃ仲深まったなっていうのは MV 撮影の時ですかね。 MV 撮影の時と、あとはジャケット撮影の時に結構一日ずっと一緒にいたので、たくさん休憩時間とかお話できました。本当になんか静かそうに見えたけど意外とノリが良くてすごい楽しかったです。これからもたくさん話してください。ゆうちゃん今何のドラマ見てる？今はですね、ドラマっていうか恋愛系なんですけど、あのちょっと前まで最終回を迎えた彼と狼ちゃんには騙されないっていう、あのおはスタで共演させていただいたゆうきくんが出てる番組にめっちゃハマってました。あとは今日好きになりましたも大好きですね。あかりちゃんが一番面白そうで期待してる。え、あかりちゃんが意外となんか、意外とっていうか結構明るめの子で結構ノリがいい子だったので、
なんかすごい話してて楽しかったし、なんか乗り合いそうだなって思いました。でに私とあかりちゃんとキキちゃんの3人は横浜組なので、浜っ子組としてこれから仲良くしてください。デザート作ってほしい。私も作りたいなって思ってたんですよね。あのミルクレープが追加されたの、好きな食べ物に追加されたので、ミルクレープに挑戦しようかな、どうしようかなって思ってます。前髪決まってるね。決まってますか？前髪命なので、はい。あ、でも最近まつげも命になってきました。ちょっと今下がっちゃってるな。浜子組多くていいですよね。いいですよね。だって9人のメンバー中3人って結構3分の1ぐらい、結構すごいですね。なんかラッキーラッキーは関東率が多いですね。沖縄組とリリカちゃんが福岡とかで、私も横浜生まれ、横浜育ちだよ。お、同じ。私も EXP 地横浜港にいました。ねえちゃん、黒染めしてないです。自然に入ってきました、この辺は。あと私前髪もともと分厚かったので、それをちょっと薄くして、ここ今伸ばし中なんですよ。もうちょっとで自然になりそうです。はい。でも前髪は私とゆあちゃんとひろちゃんの3人は今ちょうど薄め中なので、シースルーが今結構好きなので、みんなこんな感じの触覚があると思います。私ひろちゃんの結構だいぶ薄めの感じも大好きですね。もう17分経っちゃった、早い。今年の夏何かしたいことありますか？なんだろう。でもなんかシンプルすぎると思うんですけど、かき氷食べたいです。私かき氷シロップはいちごと練乳のいちごミルクか、あとブルーハワイとメロンのあの半々のコンビが大好きです。本当に美味しいですね。あ、でもあのファスターに出演させていただいた時にやったんですけど、調査隊でやったんですけど、かき氷シロップ全部同じ味らしいです。なんかすごい不思議ですよね。でもそれを調査隊でやらせていただいた後から、それを意識して食べるとなんか確かにって思って思いました。海とプールだったらりなちゃんどっち派？海とプール、プールですね。私実はなんですけど、泳げないので、ちょっと海だったら溺れちゃいそうだなって思います。なのでプール、足つくプールがいいです。足がつくやつがいいです。小豆練乳大好き。小豆練乳大好きです。私も完全に始まってる。苦手な教科は全部です。苦手な教科は数学と英語ですかね。数学と英語がちょっと苦手です。泳げないです。あ、抹茶好きです。抹茶好き、なんかゆうらちゃんの影響で好きになりました。なんかゆうらちゃんが好きになるもの大体私も好きになるので。ゆうらちゃんの影響大きいなって思います。なんかゆうらちゃんってなんか食べるもの全部美味しそうに食べるんですよ。その食べてる姿も好きだし、それ見てると自分も食べたくなってきちゃって、で食べてみるとハマるっていう感じですね。テストお疲れ様です。
数学教えようか。お願いします、教えてください。本当にわからないです。抹茶の何よく食べる？食べるっていうか抹茶だって最近めっちゃ飲みます。あとはタピオカ飲む時とかもその抹茶タピオカが好きなので。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ハロー、皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうまちゃんとつばきちゃんとゆうらちゃんが来てくれました。イエーイ。楽しんでますか？楽しんでますか？私の妻。妻？妻なの？私とゆらちゃん結婚してることもちゃんと言っといてくれ。あ、すいません、余計なことは言わないでください。カンナとは付き合ってないでよ。いや、付き合ってますよね。付き合ってるでしょ。違います。違いらしいんです。はい、つばきちゃんもひいろちゃんとマイリムマイリムマイリム。わかんないですね。わかんないですか？まあ、ということで皆さん楽しんでください。楽しんでください。頑張ってね。ありがとう。バンバン大好き。バイバイ。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。再会お楽しみに。お楽しみに。ゆうちゃんはちょっと制服なので。バイバイ。ありがとう。バイバイ。頑張れ。 I love you。 I love you。 I love you。 バイバイ。バイバイ。ありがとう。来てくれました。みんなかわいい。仲いい仲いい仲いいですよ。みんな仲いいですよ。ゆあちゃんめっちゃ陽キャ。陽キャです。陽キャです。私もゆあちゃんと話してるときはもうずっと笑いっぱなしで、もう本当にノリ良くて面白い子ですね。じゃあちょっとそろそろ皆さんに告知したいと思います。まず一つ目はラッキーラッキー初となるファーストライブツアー、ラッキーラッキーファーストライブツアーブランドニューワールドの開催が決定しました。もうちょっとですよ。はい、日にちが7月3日日曜日に名古屋のゼップ名古屋にて2公演昼と夜開催します。はい、そして7月23日の土曜日に大阪のゼップナンバー大阪にて1公演開催いたします。はい、そしてラスト8月20日の土曜日に東京のゼップダイバーシティ東京にてこちらも2公演開催いたします。はい、初めの公演はね7月ということであと1ヶ月ぐらいかな。本当に時が経つのあっという間ですよね。私もこの私たち6人もこのツアーに向けて今リハーサル精一杯頑張っているので、皆さん楽しみにしててくださいね。はい、そしてですね、あとこちらのライブツアーは一般のチケット販売も始まったのでチェックしてください。お願いします。そしてですね、もっともっと近々の6月4日の土曜日と6月5日の日曜日のこの2日間でラッキーラッキー初の個別サイン会が開催します。イエーイ。お、全部行くよっていう方もいる。ありがとうございます。ちょっとですね、ラッキーラッキーは多分初かなの生でファンの方と一緒に1対1でお話しできるのがすごく楽しみです。お越しくださる皆さんは楽しみにしててください。そしてまだチケット販売もまだまだやっていますのでチェックしてください。でこちらも東京と大阪と名古屋の3都市でやりますので、お、サイン会行く。ありがとうございます。楽しみにしてってください。私も本当に楽しみです。本当に楽しみなんですよね。あと1週間ぐらいなので本当にワクワクが止まらないです。はい、そして6月1日にファースト EP ブランドニューワールドディスコタイムがリリースされます。はい、こちらなんですけど、フォーチュンミュージックでご購入してくださった方には 毎回恒例のオンライン個別トーク会があります。はい。こちらもね本当に楽しみにしてます。もう最近は楽しみなことばっかりすぎて本当にワクワクの日々が止まらないです。
本当に本当にそうなんですよね。はい。そしてこちらは6人での開催になります。こちらも参加してくださる方は楽しみにしててください。ありがとうございます。アスクスタイムは最後の方に、最後の 2,3 分でやりたいと思います。じゃあなんか最後にちょっとだけ質問とか最後の方にあれば。嬉しいお知らせばかりで本当です。はい、りなちゃん今13歳ですよ。ちーちゃん、あと5分、あっという間ですね。早く会いたいです。私も楽しみです。夜ご飯まだ食べてないです。確かにもう7時半ですね。皆さん食べましたか？でも私も夜はちょっと暇な時は料理作ってます。はい。あ、丸バツさん、丸バツ三角 It's alright。 はい。これゆうわちゃんにね、あの私が講座、丸バツ三角講座して教えたので、多分今度頼んだら歌ってくれると思います。ルナちゃん、今晩ご飯中。本当ですか？ご飯見ながら。ありがとうございます。好きなご飯は、好きな食べ物はですね、さっき言った通りスイーツと生姜焼きとチーズタッカルビが好きです。はい、この3つのセットは本当に変わらないと思うので。あと最近夏限定なんですけど、冷ややっこにハマってます。なんか別に大好きとまではいかないんですけど、本当に毎日冷ややっこ食べると好きって感じがするので、冷ややっこは最近ハマってますね。はい、いつオーライですね。先にいつオーライから入ります。丸バツ三角いつオーライ、その後に丸バツ三角いつオーケーなので、よろしくお願いします。これから酢豚食べに行く。酢豚美味しそう。私お母さんの作った酢豚が好きなんですよね。いやいや、こ何乗せる？はい、これはもう私即答です。生姜、醤油乗せます。あとたまにオクラとかも乗せます。オクラも乗せたらすごい美味しいです。でもやっぱり生姜焼きも好きなこともあり、生姜を結構たくさんやります。あ、じゃあそろそろスクショタイムしますね。たくさんやりますので、ポーズとかなんかあれば送ってください。まず猫ちゃんポーズ。はい、なんかポーズありますか？何しようかな。完全にラブってる、お願いします。はい、完全にラブってる。はい、 C ポーズ、 C ポーズ。はい、あ、そうだ、ディスコタイムで私 C っていうところあるので、そこぜひ聞いてください。でも C だけだと誰だと分かんないと思うんですけど、実は私でした。はい、ニコニコポーズ。はい、キュンです。はい、ラスト、ウサギポーズ。はい、ありがとうございました。じゃあもう時間になってしまったので、そろそろお別れの時間です。
ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？じゃあそれではまたお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。